大田市立大田中学校、高等学校は、群馬県大田市細谷町に所在し、中高一貫教育を提供する、市立中学校、高等学校。市内などでは、市立大田と略称で呼ばれる。2015年3月31日まで、大田市立高等学校は、大田市立商業高等学校であり、通称、太市省であった。大田市内では、 群馬国際アカデミー諸東部、中東部、高等部に続き、2校目の併設型中高一貫校である。同じ大田市内にある、群馬県立大田高等学校と異なり、男女教学である。日本で最初に情報科を設置した高等学校であった。大田市立大田高等学校は、1964年、大田市立商業高等学校として開校した。2012年、 大田市立大田中学校が開校し、中高一貫教育を開始した。2015年、大田市立商業高等学校は、大田市立大田高等学校に改称した。中学校と高等学校で校舎が分かれているが、授業等で中学生が高等学校の施設を使う。高渉高科中学校大田市立大田中学校の年間学校行事は、 以下の通り4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月高等学校を多し率。大田高等学校の年間学校行事は、以下の通り4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月。毎年10月に2日間にかけて、100という大規模販売実習が開催されている。 生徒及び教職員が株主として模擬株式会社を設立し、企画、店舗設計、広告等販売促進活動、仕入れ、販売、決算、さらに利益処分を行うなど、企業の経営活動全過程を実習するものである。ありがとうございます。